ランゴリアーズはスティーブン・キングが1990年に発表した中編小説フォーパスト・ミッドナイトに含まれる一編である。ロサンゼルスからマサチューセッツ州ボストンへ向かう夜間飛行の同じ飛行機に乗り合わせた人たちが過去の時間に取り残されるホラー作品。1995年米国 ABC 放送制作でトム・ホランドが脚本、監督を務めた ミニシリーズザ・ラングリアーズでドラマ化もされている。日本においては NHK が1997年12月29日、1997年12月30日にニーヤに渡って前編、後編に分けて放送している。2008年10月24日、スティーブン・キングのランゴリアーズのタイトルで日本版 DVD 発売。 ロサンゼルスからボストンへ向かうアメリカンプライド航空の旅客機。眠っていた10人の乗客を残し、乗員乗客が身につけていたものを残して消えてしまう。盲目の少女、ダイナの叫び声で残った乗客が集まり事態の異常さに気づく。パイロットすら不在という事態に偶然にも乗客として居合わせた同航空のブライアン基長が旅客機を操縦する。しかし、 どこにも通信がつながらないため、急遽旅客機の行き先を変更することになる。このことで、ビジネスマンのクレーグ・トゥーミーは、ボストンで大事な予定があるのだと憤慨するが、他の乗客たちにいさめられる。トラブルはありつつも、旅客機は、なんとか最寄りの空港への着陸に成功する。しかし、降り立った地上にも人影は見当たらない。空港のなさに、一は違和感を覚えるが、 ひとまず空港の調査のために内部へ移動。様々な異常事態の中、フライト中から精神に異常をきたし始めていたトゥーミーは、父の幻覚を見るようになり、幼い頃に父から聞かされた、何でも食い尽くす怪物、ランゴリアーズの存在に怯え始めていた。ありがとうございます。